サマンサ・ロンソンはイギリス出身で現在アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス在住の女性 DJ、シンガーソングライター。2000年頃から活動を始め2004年に CD デビュー。サマンサはロンドンで作家で名手の母アンデクスター・ジョーンズと不動産企業家の父ローレンス・ロンソンの娘として裕福な家庭に生まれた。祖先はロシア、リトアニア、 オーストリアからのアシュケナージ系のユダヤ人。兄に音楽プロデューサーのマークロンソン。双子の姉にファッションデザイナーのシャーロットロンソンがいる。サマンサは保守派ユダヤ教の教育で育った。元イギリス外務大臣のマルコムリフキンドと元内務大臣のレオンブリタンと親戚である。両親は離婚。母親は離婚後、バンド、ホリナーのミック・ジョーンズと再婚した。 サマンサは16歳の時にローラ・イフスというラップバンドを組んでいた。サマンサは2001年の大晦日にタイムズスクエアのスタジオで回した。2002年にダンカン・シークがサマンサとアルバムを共同制作していると発表した。2004年にサマンサは彼のツアーに同行した。サマンサはロック A、ファラレ・コーズと契約した。2007年5月26日に 当時の恋人であったリンジー・ローハンがビバディ・ヒルズでメルセデス・ベンツを衝突させた。飲酒して運転していたことが分かった上に、車の中から少量のコカインが発見されたと警察が発表した。これを有名なゴシップブロガー、ペレス・ヒルトンは自身のブログで取り上げ、リンジーを非難した。サマンサはそれに激怒し、弁護士のマーチンガイバスを1時間につき750ドルで、 雇い、ペレスと情報のソース元であるセレブリティバビロンを中傷訴訟を始めた。セレブリティバビロンは撤回と謝罪をすることに同意した。一方、ガーバスはペレスが悪意を持って事故を取り上げたという証拠を示すことが不可能であるとサマンサに告げたが、サマンサはペレスの発言撤回を要求した。ガーバスはサマンサから2万5000ドルの弁護依頼料を 受け取るはずであったが、その時サマンサは、ガーバスに10万ドルを借りていた。ガーバスは依頼料が支払われないと判断し、このケースから手を引いた。そして、ガーバスもサマンサも、ペレスの審理には出席しなかった。2週間後、ガーバスは依頼料の約14万2000ドルを求めて、サマンサを控訴した。この控訴は、ガーバスが後に取り下げている。5月、サマンサは、 ロサンゼルス軍裁判所にガーバスが無能であったためにペレスに対する訴訟を失ったとして30万ドルを上回る損害賠償を求めてガーバスを告訴した。2008年メディアアウトレットはサマンサと女優リンジーローハンについてコメントを始めた。またタイムズやロサンゼルスタイムズを含む複数の新聞が2人の関係について言及している。 2008年9月22日にリンジーがラベラインに出演した際に DJ ストライカーにサマンサとの関係について問われた。付き合ってどのくらいになるのかというストライカーの問いにリンジーは笑いながら非常に長いと答えている。それを聞いたストライカーが君たちが一緒にいることを望む。あなたたちは非常に美しく見えるカップルだよというとリンジーはありがとうと返している。 リンジーの父はリンジーのサマンサとのレズビアン関係に不賛成であるとはっきりと述べた。リンジーは2008年9月24日のニューヨークポスト電子版の電子メールを通して父親に対する言葉を書いた。リンジーはサマンサは凶悪ではありません。私は彼女をとても気にかけています。そして彼女は素晴らしい女の子です。私は彼女を愛しているし、 彼女も私を愛していますと書いた。2009年4月6日に、リンジーは仕事に集中するためにサマンサと会うのを控えていると述べた。ありがとうございます。